杉浦博明は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンター北に所属している、調教師、元騎手、日本調教師会労務担当関東本部、副本部長を務めている。1980年4月から美穂日本柳俊夫級者所属の騎手候補生となる。1982年3月に、同級者より、騎手デビュー。初起場は3月6日で、 トロワフルールに騎乗し2着、3月27日に、明神誉れに騎乗して勝利し初勝利を挙げる。1983年、形成敗をブルーダーマンで制止重賞初勝利を挙げる。1984年、2月5日のレース中に、当時騎手であった岡部幸雄から小月され、左手で顔面を叩かれた。なお、岡部は、 開催日二日間の起乗停止処分となった。1995年、長教師免許を取得し、騎手を引退する。騎手成績は 97,、JRA 通算1997,209勝1996年、旧社を開業する。3月2日、初出走となった、中山競馬場での第5レースは、4番人気だった富士の緑が3着となる。4月20日に、 新潟競馬場での第7レースで2番人気だったワンノブ登場が勝利し、延べ19頭目で初勝利を挙げる。1997年2月13日に管理馬が地方競馬に初出走する。8月24日に行われた新潟記念をパルブライトが制し、重賞初勝利を挙げる。1998年5月4日に管理馬が地方競馬で初勝利を挙げる。 2002年 NHK マイルカップを4番人気だったテレグノシスが制し GI 初勝利を挙げる。2003年ジャックル・マロワ賞にテレグノシスが出走し海外レース及び海外 GI 初出走3着となる。2005年3月に大野匠が旧社所属騎手としてデビュー。2007年8月に発生した 馬インフルエンザ騒動において JRA に出馬投票後に再検査することを要請し受け入れられない場合は管理場を出走させない方針だと会見で述べた。カッコ内は当該場の優勝重賞競争。ふとじは GIQ 競争。ふとじは文科生。カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。